中山秀幸の有楽町で会いましょう。夏が来た、この夏やってみたいことありますか？はい、あ、もう毎年必ず海に行ってますね。海水浴場行ってます。僕 の、 あの友達が別荘を持っていて、うん、本当にあの別荘から5分以内で歩いて、うん、すぐ海なんですよね。じゃない、そのいわゆるバーベキューやったりとかそういうこともしたりするしますね、うん、はい、日本の海のいいところは何でしょうね？そうですね、やっぱ綺麗ですね。本当にすごく綺麗ですし、うん、なんていうんですかね、やっぱ、うん、やっぱ すごく綺麗ですね。とにかく綺麗。とにかく綺麗ですね。ビューティフルね。はい、あ、そうか。でも海の家とか例えばああいう屋台みたいなのは日本独特？独特かもしれないです ね。まあ、どっちかというとアメリカの方ではやっぱそういうすぐに道挟んでビルとかレストランとか、うんうんうん、そういうのが多くて。そうで、ビーチに何かお店があるってあんまりないですよね。あんまりないですね。焼きそばとかはないもんね、やっぱり。熱そばないよね。ないないない。え、ジローはそういう海の家とかにあるさ、はい、例えばこの焼きそばとかラーメンとかさ、うんうん、はいはい、そういうのは食べるの？食べます、食べます、必ず食べますね。もう本当にその海辺でそのビールで皆さん乾杯と、乾杯して、して、うん、で焼きそば食べたり、うん、かき氷食べたりとか、うん、それがやっぱなんか夏が来たっていう実感が湧いてきますよね。どっぷり日本人ですね。そうですね。日本の夏してますね。確かにそうですね。私のふるさとのふるさとで、私は千代保育園を出て千代小学校を出ました。ああ、もう、はい、千代一筋、飯田市千代一筋、うん、うわ、そこから東京へ出てまいりまして、うん、未だに信号がありません。はい、ないんです。信号ないんですか？横断歩道はありますけどね、信号あったら危ないかもね。あ、今日もね、お酒持ってきていただいて、あのね、ヒデさんに、ね、私今日3回目お世話になるんですが、うん、1回目も2回目も飯田市 の、 あのお酒、はい、まあ、お菓子大使なんですけど、うん、あのお酒大使になりたいなって言ってるんですけど、うん、あの飯田市の菊水という喜ぶ久しい水と書いた菊水、うん、まあ、飯田は、はい、あの水も美味しいし空気も美味しいし、その菊水が美味しいんですよっていう話をして、うん、あの、つまみは何がいいとかね、そうですね、お話しましたね。そう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 、そしたら今日持ってきてくださった塩辛が美味しいとか言ってて、ありがとうございます。散々あの言ってましたので、ちょっとお味見だけしていただければなと思って、菊水ちょっと辛口で ね、 ね、美味しいんです。皆さんもぜひあのチェックしてくださいね。ね、でも地元愛の強さを感じますよね。そうですね、さすがに、ね、ふるさと PR ばかりで、いいえ、いいことですよ、本当にありがとうございます。始球式をやったっていう話がありましたけども、はい、今年もやるんですって？今年も、はい、8月にやらせていただきます、ね、はい、8月17日、うん、京セラドーム大阪、うん、阪神対広島戦で、なんかちょっとやってみて、ちょっとじゃあちょっと、うん、一応小さなボールなんですけども用意しました。で、例えばまだじゃあちょっとフォームだけちょっとチェックしましょうか。じゃあ、ね、じゃあ一応フォームを、うん、フォームをじゃあチェックして、うん、で、ちょっと待ってね。あ、ちょっとかっこいいよ。あ、ちょっと、いいよいいよ、ここまでいいね、ここまでいいよ。その後だね、これな、あ、この足がもう違うの、あの上げて、上げた足を前に落とす。いやこうなんだ。こうなんちゃダメですよ。それでそのままでそう言って、ああ、そう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 、最終的にはこの足がこう前に向けばいいですから、うん、こうなりますからね、うん、そうそうそう。さあ、いきますよ。さあ、始球式お願いします。上げて前に倒れて、おお、お見事お見事。